あ、じゃあ会長こちらで、まあ、こっち、はい、はい、ところであなた誰なの。あ、私ですか、うん、私自公会からちょっと今回仕事をいただきました、うん、前職アナウンサーをしておりました、うん、森田京之介と申します。今日よろしくお願いします。自公会会長一人だと頼れないから、はい、いやそういうことだよね。こういう人を連れてきたから、いろいろ会長に学ばせていただきたいな、うん、でごめんなさい、会長って私ちょっとお呼びしてるんですけど何の会長ですか今日は。自動車工業会会長でございます。トヨタ自動車ではなくて自動車工業会の豊田明夫会長ですね。はい、よろしくお願いします、はい、さあということで早速、はい、回っていきたいんですけれども、はい、これスタート地点がトラックゾーン、うん、トラックっていうとね、この日本にねやっぱりね、はい、4社あるんですよ。全世界見てみてもね、ある一国に4つのね、4つの世界で活躍してるトラックメーカーがあるというのは非常に特殊だと思います。特殊、はい、だから ここはもう一つになるわけですもんね、この日野と、うん、それだからここね、ここなんかさ、はいはい、もうそういう感じの展示になってきて、いすゞグループにもなってますね。で UD トラックさん今いすゞの 100% 子会社になってることもあって、はい、でここはこの間ね発表しましたでしょ、なんか、はい、系統をね、トヨタダイムラーと一緒になって、はい、うん、でこの今は2つのブランドでこうやってるけどどうなるんでしょうね。いやでもこの商用車の領域におけるこうモビリティの未来っていうのはまた乗用車とは違った未来がありそうですね、うん、っていうかね、僕商用車こそはね、ケースっていろいろ言われてますけどね、そのオートノマスしっかりね、カーボンニュートラルしっかりいろいろあるんだけど、はい、あれはね先行してその技術を磨くのは僕は商用車の方がやりやすいような気がしますけどね。あ、例えばそれはルートが決まってるとか、そうルートが決まってるとか、重いもの運ぶとか、そう、ね、こんにちは。あ、こんにちは。いすゞのプリグルシャナと申します、はい、よろしくお願いします。こちら未来トンネルなんですけど、未来へ行くような感じのトンネルをイメージして、これをね、これは未来キューブで、左が、イスズブランドで、右が UD ブランドですね、で初めての、これイスズグループって言って一緒にやったの初めて。初めて、そうですか。あと、どんどん人になってきてますね、うん、技術展示としてはこっちは EV またカーボンニュートラルのグループ技術と、うん、まあ、右側はあの自動運転安全技術の、まあ、グループ技術をアピールしてる。で、あの見どころをちょっとお見せします。見どころ、はい、見どころ、あ、これもこういう感じでね。あれ、これ車椅子入ってた場合どうするんですか。ここまでは入れます。ここまで入る。ここまでは入れないけど、あそこまでは行ける。は行ける。で、どっかで固定したりするのがこれなのかな。あ、こういうとこですね。こういうとこなんですよね。はいはいはい。ね、え、これ今外と境目はない。これ今フロア上げてるの。こっちを。でもいわゆるだからもし大阪万博で作るなら。あの乗車場をこの高さにしておればいい。なるほど。そうするともう本当切れ目ないんだ。なる。そうですね。段差なし。ね、バスによってこの高さが違うんでね。そうそう、インフラ側は難しいですね。この間あの東京オリンピックでは苦労しました。はい、ああ、うん、そうですか。だからこのバスで統一してくれればね、非常にね。だと助かりますね。ね。もうこの高さは絶対この高さって決まった方がいいってことですね。その方が皆さんにとっては移動の自由は取れる、うん、確かに。もう一つ見どころはこの e-vision サイクルコンセプトです。2分半でバッテリーを交換、自動的に交換できる、なるほど。そういうのいいですね。この特に稼働率が言われる商用車ってさ、はい、できるだけ稼働させた方がいいわけよね。だからバッテリーをもう充電じゃなくて交換しちゃう。充電時間が長いよっていうのがネックなんだから、これがあっという間にできればどんどん仕事できる環境にいい、うん、あ、今ちょうど動いてますね。ああやってバッテリーが変わるわけですか。あれ、ね、災害時にこれが電力源に固定式だと思います。そのバッテリーの余力固定ではないですか、うん、なんかこれ取り付け交換できるんで、うん、走行距離が長い時はたくさんバッテリーつけるのがですね、それで荷物が重い時には、まあ、それでバッテリーつけると、で軽い時は逆に荷物いっぱい載せますから、まあ、そういうメリットがあります。商用車、バスもトラックもありますね。ありますね。 EV もあれば FCEV の文字も見えます。そう、いろんなこう確かに新しい技術で、オーナードライバーの車はね、うん、はい、やっぱりそのカーボンニュートラルの貢献といってもね、はい、その使ってる人が非常に限られてるじゃないですか、はい、ところがね、やっぱり商用車っていうとね、それを使う人、それでまた仕事で使ってるから、はい、波及効果っていうとね、
やっぱすごいと。そうですよ、ね、うん、仕事でやる人の方が悩みも本当にすぐ出てくるでしょうし、困りごともいっぱい出てくるでしょうし、だからそういう意味でね、あのカーボンニュートラルこそは商用車が先行してくれるとね、うん、ぜひじゃあこのトラックゾーンはそういう目線で見ていただきたいですね。そうです、そうです。それとトラックってね、なんとなくね、ものすごく世話になってる割には気持ちが遠いんですよ。確かに身近なはずなんですけどね、うん、だからあんま意識しないと車だと見えてこない。マイカーとか愛車とか言うでしょ、はい、ね、きっとね、使ってるトラックドライバーって愛車だと思ってる。毎日そこに空間にいるわけですもんね。でもやっぱりそれを見てるいろんな人とかね、あのいろんな人からやっぱりより愛トラック、愛トラック、うん、っていうか愛がつく工業製品になってほしいですね。なってほしいね、うん、会長、モビリティショーに今回なったじゃないですか、うんうん、我々ちょっとモビリティでせっかくなら移動してはどうかなということで、なんかここわざとらしくこうこれね、わざとらしく、はい、リア先行で、はい、リア先行、会長 お上手ですね、さすが。ちょっと待って、あんまり攻めないで会長、ジェントル、会長、すぐにちょっとドーナツしたくなっちゃうんで、しない。あ、じゃあこれで、はい、いいですね、モビリティショーらしくなってきました。なってきた、はい、じゃあ行きましょうか。はい、あ、結構、会長早い、結構早いんだよこれ。でもほとんどアクセル使ってないよ。いや、そう、楽ですね、でも、うん、あ、気持ちいい。右がマツダのブースになってまして、あれか、かわいいな、あれ、なにあれ、小さいのあるよ、小さいのありますね。これ何これ、それもあったこれ何これ、これはあのミニサイズのロードスターで、うん、あのお子さんに走る喜びというのを感じていただこうと思って、実際にアクセルに連動して前から風が吹くようになって、楽しそう、あ、はい、風が吹くように、はい、だからアクセルを踏めば踏むほどいっぱい風が吹く、風を感じる、はい、でなんか走る喜びを、あ、そういうあれだ、原体験じゃないですか、お子さんに。そうだね、これね、コマーさんのね、標語もさ、それじゃね、松田ってずっと、あ、そうです、ズームズームズームばかり有名だけどね、はい、ビーアドライバー、そうそうそう、だからビーアドライバーを体験できるってことでしょ。いや、子供から仕掛けてますね、お子さん喜んでいただけるこちらの方に何か展示があるんですか。あ、子供喜ぶ、これか。へえ、これ。へえ。4800台。これ別にマツダ車だけではないですか。いや、全然関係ないです。これどうやって集めました。あの社員から関数を集めまして、あとはまあいろんな方から、まあ、はい、すごいね、これ。社員から。はい、あ、へえ。これ子供。じゃあ社員さん来たら。これ自分のやつだって分かりますか、ね、そうです、昔遊んでそこサインさせた方がいいです。実際名前が書いてあるやつとかもありまして、あって、あの、はい、原体験としてやっぱり一番最初に車っていいなと思われたこれね、やっぱり、いや確かにそう、昔遊んだこと思い出みたいなところをぜひ感じていただく。すごいね、この中にこれレアだみたいなのあるんですか。あ、もういっぱい、あの、こんなのだってレアだよね、黒猫山とかです。本当だ、あ、こんなのもレアだよ、こういうの。結構昔の車ですもんね。これ電装の860。会長も嬉しそうですね。もうまあトヨタの車も結構 2000cc あるね。ありますあります。それからこれ、はい、あのね、エスティマ、アルファとか、アルファとか、はい、プリウスもありますね。プリウスもあるし、あ、はい、プリウスもこれ、あ、ちょっと前のやつね。もうこれだけで話止まんなくなりそうですね。大人も、いや、これいい。これ終わった後どうするんですか。終わった後はあの地方モーターショーも展示させて、あ、に展示させて、はい、うん、最終的には、まあ、弊社の、まあ、ミュージアムとかに入れて、あ、ぜひそうしてあげてください、はい、やっぱ松田さんはじゃあ結構子供を意識した、お子様にもやっぱり走る喜びを感じていただくので、これどっかさ目立たないとこに、はい、貼っていい。自己会会長が来たと、ここら辺に、ここら辺に、それこれビッツじゃない、ビッツですね、ビッツ、ビッツだな、ビッツと BB の間、森蔵、ありがとうございます。おお、これでいいぞ。なんかを探せみたいな、あ、だからここまで来てもらう、そうですね、来てもらう、最後まで見てると何か、なんかあるよと、向こうまで行くための仕掛けになりました ね、そうそうそう、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。ここがスバルさんですね、
え、ここスバルさん。お、どうもどうも。こんにちは。いろいろありますね。目を引くものが。中島飛行機だ。飛行機、そうか。そうですよね、もともと。中島飛行機なんだもん、ここは。もともとは飛行機ですよね。だからこここそモビリティ会社なんだよ、本来は。でこれは何、この車の上でガガやるわけ。そうです、はい、本当のお家芸なんで、ガガ。本当、これを何回かショーをやるわけ。はい、1時間に1回。1時間に1回、はい、スモークガンガンといて。そうか、面白いね。ここに雲海作っちゃいます。あ、ここに、はい、ちょっと自信ありげだね。でこれ飛ぶんですよ、これ。え、飛ぶんですか。飛びます。本当飛ぶの？いや、どうやって？今2機あるんですけど。あ、これでか。このパイプペラついてるじゃないですか。大きいドローン。じゃあ、そう、大きいドローンで。こういうモビリティショー、ね。モビリティショーですね、これも。あの夢を与えてくれるっていうのが必要だから。エアモビリティコンセプトっていう。あ、いう形でね。これこっちがスポーツモビリティ。おお。あ、こっちはね。名前だ。それいいね。ね。はい。ありがとうございます。どっちがお客が取れるか。ここではガチンコでお願いします。ちょっとまた建物が1個違うんだね。別のゾーンに来まして、 OEM は OEM? OEM ゾーンですね。まずは自動車メーカー。二輪車の中心なのかな。そう、自動車メーカーだけ二輪もありますね。川崎、緑の川崎忍者。忍者ありますね。あるでしょ。あ、レクサスはここなんだ。そうです、レクサス川崎と並んでますけど、これがあれか、あのホンダとソニーと。ソニー、ホンダモビリティって書いてありますね。アフィーラ、うんうんうん、会長、自公会会長としてこう どうですか、このソニーというある意味別の業界とのコラボレーション。だから、あの自公会会長、会員会社が増えるのかなと。なるほど、そういう目線になるわけですね。だって中国なんてものすごく自動車会社なんだもんね。そうですよね。で日本は柔軟車多いとはいうものの、やっぱりね、あのカーボンニュートラルはじめ電気が入ったり、いろんなの入ってくると、しかもモビリティって言われてるとね、ますます広がりが出てくんじゃないのかな。そうですね、うん、だからもう業界とかで区切るじゃないわけですよ、ね、ここだから大きくホンダですね。ホンダドリームループ、ね、ドリームループ、はい、うん、ホンダこそ結構いろんなモビリティをね、もともと手掛けてますね。うん、そう、あの芝刈り機とかね、はいはい、ね、それとあのルーキーレーシングの利用させてもらってるね、水素のテント、うん、はい、であのジェネレーター。あ、ジェネレーター絶対ありますもんね。 あ、 そう、あれはホンダ。結構それでホンダジェット最近ね、多分あれだと思うけどさ、はい、よりたくさんの人が乗れる、のを今出したとこ。あ、うん、そうなんですか、うん、これはさ、4人しか乗れない。あ、そう。でも会長、乗るように乗るように乗るように持ってた、うん、そうなんですね。トヨタの会長はホンダジェットで移動する時もあったってことですか。あった、あったってこと。あった、うん、さあ、お、ヤマハ。ヤマハゾーンですけど、これなんであの2つの色でヤマハ、ヤマハって書いてあるんだよね。あ、ちょうど気になりますね。この気になるね、この色。色が違いますもんね。何なの、ちゃいましょうか。受付に聞いてみる。受付で聞いちゃいますか。お、聞いて、森田さんが、はい、森田さんがね、もう人見知りですよね。そんな人。1個あの気になってることがあって、ヤマハさんはなんでこの2つの色があるんですか。あのヤマハ発動機とヤマハ株式会社、楽器のヤマハ。楽器の、はい、そういうこと。そういうことですね。じゃあ楽器はこの色、いつも楽器は紫。そうなんだ。でも彼の時に聞いたんですけどね。楽器が、楽器と一緒にやってるんですよね。これ初めてですか。初めて。楽器と、はい、だって LFA の音ってヤマハ楽器だよ。そうですよ。あ、そうですね、ね、はい、そうです。ヤマハ楽器のお願いしてた。そうですよね、うん、だから LFA っていう大事なもの、うん、なんていうのかな、見ていただけると楽器が置いております。あ、本当ピアノがいきなりの。本当だ。お、へえ。ヤマハさんと共同で出展てか、あの見た目では一緒に看板出させていただいてまして、ええええ、このスピーカーが27個入ってまして、立体音響みたいな形。ここだけじゃ音のクオリティがちょっと違う。すごいね。そうですね。でもどうなんだろう、これだけ音上に行ったり、横でね、他の音があったり、はい、かなりあの臨場感っていう形です。これ面白いね、はい、このモビリティショーで。モビリティショーだからこそ、ね、こういうね、はい、こういうコラボっていいよね。そうですね。ねえ、モーターショーって言うとなんかさ、車メーカーとか二輪メーカーとか
そういうところだけのものみたいなね。うん、だからこれは本当ジャパンモビリティショーにした一つの、はい、一つの、はい、そうですね。ドラムとピアノがですね、プロの方の演奏をそのまま再現。あ、自動演奏。自動演奏だったんです、ね。あ、そうなんですか。自動演奏。その人の癖とか例えば、はい。あ、そういうの出して。はい、将来的には往年のビートルズの方のポール・マッカートニーの演奏がとか、あ、そういうことね。これだから運転の上手いプロのドライバーの再現すると似てますね。似てる、はい、ご覧いただくと分かるようにステージがだいぶ大きく張り出しておりまして、基本的にはしかもタイヤの跡が、あ、そうですね。あ、プレスビフィフね、やるんですね。はい、絶対見ていただきたい。プレスブリーフィングに注目だそうです。でも会長やっぱだからこれ今回あの2つのヤマハがあるってのはポイントでしたね。やっぱりね、やっぱりね。だからきっと目引くよね。はい、知ってるようで知らないもんね。なぜ同じロゴなのに色違いが2つあるの。この辺水素だ。水素ですね。あ、本当だ。水素バギー。こちらレクサスさんと一緒に、一緒にやってるね。はいはい、こちらが、マウンテンバイクタイプと、グラベルバイクという、こちらはオールウィールドライブで後輪の電動駆動とこちらの方にも駆動をして、二輪駆動。へえ。とこのすごいね、二刀流だよ。確かに。会長、自転車乗られる時間ってあるんですか。僕はね、はい、あの幼年時代。幼年時代。自転車と共に過ごしております。最初じゃあ二輪からですね。二輪から。ある意味誰もが二輪から。自転車しか乗ってなかった。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お邪魔します。じゃあプレスブリーフィング、交互期待。交互期待。はい。会長なんか。はい。トライアルっていうモータースポーツをやらせていただいておりまして、今年から僕電気バイクで、あの全日本選手権を戦わせていただいております。電気バイク1台だけ？今のところヤマハで1台だけ走らせていただいて、1台だけですね。じゃあもう勝てば優勝で、初優勝になります、ね、今のところ日本ランキング3番まで上がってますので、1回も充電なしに行けます。走れる、はい、あの他のガソリンのあれとに負けずに、はい、加速感は全然違います。あ、やっぱり電気の方が強い、あの力強いですね。ね、早いと思う。早いですね。そうですか。はい、まだまだ劣るところは多いんですけど、まあだいぶあのランキングでも争いが。この風力なんか違います？違いますね。あの加速感で。加速感違いますね。まだ違う世界が見えてくるわけですね。はい、なぜタイヤの跡があったかっていうのは。あ、それか。はい、この上でいろいろ電気でやるんだ。電気で、はい。やっぱりこういうところはエンジン車で無理なんで、いや電気ならではで。タイヤ痕なんでついてるのって言ったの。よく見つけましたね。はい、タイヤ痕は特別なセンサーありますから。ありがとうございます。じゃ あの思いっきりやってください。はい、ありがとうございます。思いっきりやってください。思いっきり。あ、こういう時々こういうの出してくる。あの4と2の間の3らしい。そうそう、3、3輪、うん。いつもですよね。ね、いつもね。間も絶対。はい、うん。これで。四輪はいつかやられるんですかって聞くと言葉を濁す。それがいつもね、いつもヤマハさんのなるほど、2と3出して4に迫ってくるかどうなんだ、それで聞くとなんとなく、ありがとうございます。会長だから BYD という中国の電気自動車メーカーです、ね、これもありがたいよね、はい、またこれ前回にはなかった景色ですね。 BYD でしょ、はい、うん、初めてじゃないこれ。でこちらが鈴木ゾーンですね。あ、鈴木ね。会長でもジムニーはマイカーですよね、うん、会長ジムニーの良さは何ですか。かっこいいこと。かっこいいこと。可愛いじゃなくてかっこいいなんですね。かっこいいでしょこれ。いや、かっこいいです、ね、絶対かっこいいっちゃう。だそれとね、これあれだよ、値段が落ちない。落ちない、うん、人気ある。会長値段とか気にするんですか。やっぱり中古車での値段が落ちない。落ちないところ上がってくる。上がってくる、うん、いやそうですよね、人気だ。いや本当に値段気にするとは思いませんでしたけど。え BMW、 あ、 BMW 田中さん、こんにちは。よろしくお願いします。今回ご出展いただきましてありがとうございます。え、 BMW は前回は、前回はね、あのね、この出てない、お店があるの、すごい、はい、機関店みたいなのは、ね、だからそちらが別会場みたいな。今回出展させていただいたのが2017年で、6年ぶりに、はい、そうなんですか、非常にありがたいことですよ今の時代ね、はい、海外の OEM がこうやって参加するっていうのがね、なかなか少ない。この後弊社の社長が唯一の会
売り場つくせで来て、リハーサルこれから行います。本当に？そうなんだ。本体の。そうです。ということは、だからマニュアルとして出てるってことですね。そうですね。すごいよ、それ。すごい。普通、国内出る場合さ、日本のね、インポーターとしてというか、ね、はい、相手として出る。ここ本体が出る。それだけこ このモビリティショーに価値を見出してくださった。ちょっとマスコミ見てあるんですけど、はい、新車のワールドプレミアムをここでやらせていただいたので、そこであのドイツからも本当プレミアムモーターショー、こういうメンバーサーカス軍団のようにその一つにモビリティショーを選んでくれた、うん、ってそこに、うん、東京を選んでくれたわけで、ありがたい、ね、ワールドプレミアムまでやってくださる、ちょっと盛り上がりそうですね、ここね。ここね。ぜひ、はい。ね。プレスブリーフィングでワールドプレミアム。あ、はい、なるほど。じゃあその発表されたものが一般公開で見られるってことですね。正面が日産なんですけど、ちょっと日産はもうしました、ね、完全に隠れてますね。だからなんか、なんかある。なんかきっと新しい車とか出すんでしょうね。交互期待ですね。各社バラバラですね。ね、こう表に出てるのもあれば、もうね、こういうところもあれば、うん、まあまあね。ということで、会長、ここまでが OEM、自動車メーカー、あるいは二輪のメーカー、うんうん、ゾーンでしたけれども、うん、この後、自公開ゾーン。自公開ゾーン。はい。ある意味、自公開会長としての本命かもしれません。わかりました。行きましょう。行ってみましょう。さあ、はい、自公開ブースの方に移動してきまして、はい、自公開の田中さんに加わっていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、ここはだからお客さんがまずここ見るわけですけど、ね、はい、いっぱい企業があって、会長未来を作る仲間って書いてありますけど。ね、この会社名は今回何ですか、はい、出展？まず東京フューチャーツアー。はいはい、これはよく会長がおっしゃっている信頼と共感、うん、一緒に未来を作ろうよという180社がここに集まりました。特に例えばモビリティが多いと思いますけども、スペシャルサンクスで例えば東進さん、お塾、モビリティではないんですが人を育てる、ここに共感をして、一緒にじゃあ小中高一緒にやっていきましょうということ。仙台放送と、あ、テレビ局もね。え、その東進さんは具体的に例えばどういう関わり方をお伺いしてくれる？真剣ゼミも入ってる。真剣ゼミもそうです。これやっぱり会長がよく人を育てる、やっぱり未来はみんなで作るもの、うん、ここに共感をいただいて、うん、やっぱり人を育てるのもモビリティ社会の一つでしょということで共感をいただいて、今回じゃあ例えば学生が来たりとか、はい、そうですそうです、はい、で特に高校生以下無料ですので、うん、ぜひ何回も何回もお越しいただいて、なるほど、ね、乗りたい未来を発見してもらいたいなと。こういう中にいわゆるベンチャーとかね、はい、いうそのスタートアップ企業なんかも入ってるんですか？ここはですね、スタートアップはまた別でして、100社が向こうに集結をしています。はい、後ほどじゃあそちら入ってみましょうか。はいはいはい、こんな会社ありますよってのはあります、ね、まずゴジラ。見逃しましたよ。11月3日からゴジラが映画です、うん。で、なぜゴジラか、うん、ちょっとこの中エマージェンシーのコーナーがありまして、そこに、まあ、あまりその地震とか水害とか、それ本当に被災された方いらっしゃいますので、我々の敵はゴジラだと。ゴジラに破壊されたところでモビリティがどうやって活躍をして復興するのか、これを見ていただきたい。ゴジラに壊された町がある。はい、そうです。へえ。浪江町もあるじゃん。あ、そうです、浪江町もありますし、私やっぱ気になったのはサポーティッドバイネドということで、ネド、これあれですよね、そうそうそう、FH2R の太陽光発電で、はい、水素を作る、水素作って、この水素使わせてもらってる。そうですよね、久留米工業大学、工業大学、これロボット。そうですね、ロボット、はい、ロボット、ああそうなんだ。モビリティというと広がりますね。広がるね。でも面白いのはやっぱりこの東進さんとか、そうですね、ね、真剣ゼミとか、真剣ゼミ、あと今回山形大学、あ、本当だ、大学もあります。こちらの 3D プリンターでこの食をこう作っていく、これなぜかというとやっぱり介護食なんかはですね、一個一個調理すると大変なんですね、うん、それを紙、その力、それから栄養素、これを 3D プリンターで作ることによって効率的に食品ロスもなくすと、そういう取り組みを大学がされていると。ジョビーがいるじゃん。ジョビーもありますね。本当モビリティの種類がいっぱいあるんで、ジョビー、ちょっと行きますか。行きましょう。
まずはちょっと未来の東京映像でご覧ください。東京フューチャーツアーですから、ちょっとなんか異世界が楽しみだな。ねえ、これ映画館に来るような気持ちで気持ちになりますね。もうでもね、ちょっと若干スモークかかって、はい、おお、おー、結構20秒未来の東京までカウントダウンが始まってますね。へえ、何が始まるんでしょう。ここねワクワクしますね。田中さん、ここでなんかやるの？演説？いや、これはあの後でまた。あ皆さんこんにちは。東京フューチャーツアーへようこそ。私は皆様を未来の東京へご案内するナビゲーション AI 搭載モビリティです。それでは早速、モビリティの進化によって未来の東京ではどんな生活が待っているのか見に行ってみましょう。小さなお子さんの手はしっかり握っていてくださいね。それでは出発します。左側には自転車などのパーソナルモビリティ専用道路も整備されていますね。そうだ、せっかくなので大人気スポーツの決勝戦を見に行きましょう。やっぱり盛り上がってますね。なんだこのスポーツは。自転車モビリティを使ったマラソン。演出もすごい、ね、あれ、エマージェンシーコール？おかしいな。これいいね。僕ね、実はね、この映像を見せてもらうの3回目なんですよ。あ、そうですね。それで最初はね、2部5部出来とか言ってたんだけど、今日はね、はい、本当に初めて見たような感じがしたし、あのモビリティがきっとね、いろんな人からね、ありがとうと言われるそうですね、ような映像だったような気がする。で、どんなリラックスしたい時もね、はい、それから勉強したい時も、それから災害で困ってる時も、そこの近くにモビリティがいてくれた、そういうね、世界がなんかね、人見てもらう人に感じられるんじゃないのかなと。ぜひこれはね、本当見どころたくさんありますけど、ここは見てってほしいね。そうですね、ここは入り口ですもんね。そうです、はい、だからこれが、実際にこの後行くとあるっていうこと、こういう似た世界が、この先にですね、リアルがあるんだ。4つのエリアに分かれて未来の住人が暮らしてますので、そこちょっと楽しみです。会長、まだこれえらい大きいものが来ましたね。これラクダみたい。未来ってこんな風になるっていうのはね、だんだんね、なんかね、期待値がね、増えていくようなモビリティショーになってくれると嬉しいなと。